文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、この動画撮った後に昨日の夜撮った動画をまた上げる予定なんですが、まあ速報という形でね、撮らせていただきます。はい、オリコンさんのニュースでね、今日11月17日の朝4時にあります。オリコンさんってこの時間によく出しますよね。みんなすごい時間活動してんだなって思いますけども、BE:FIRST の話になります。 BE:FIRST のギフテッドがオリコン週間ストリーミングランキングで2週連続1位を果たしたということでございます。素晴らしいです。はい、タイトルの方では BE:FIRST Gifted が自身初の2週連続1位獲得っていう形になります。まあ、自身初のって言われますが、実はデビュー曲なんですよっていう話も実はあるんですが、Shining One からのことなわけですけどもね、そういうことでございますとね。それがまずありますね。オリコンランキングで、2週連続1位ということでとてもありがたい。そして今日ね、ベストアーティストというおそらくオリコンさんの影響がまあまあ強いであろう音楽番組がありますが、そちらの方に出るので、そのタイミングでね、このように出るというのは非常にありがたいということです。ストリーミングの方ですね、結構ね、今後とかもいろいろと出てくるでしょうし、時にはそれを煽ってくるニュースサイトなんかとか週刊誌なんかもあると思うんですけれども、CD ではなくて、ね、ストリーミングやダウンロードの方でね、 BE:FIRST はね、すごく結果を出しておりまして、世界を目指しているので、世界的に見ると CD よりもダウンロード、ストリーミングの方が主流となっておりますので、まさにね、この状況は正しい状況だと思っておりますんで、CD の方に関してはおそらく他のグループとかの方が売れるっていうのは今後も出てくると思うので、人にもよると思うんですが、そこに対して関してあまりこうね、考えすぎない方がいいんじゃないかなと思っているところですね。そういう感じでございます。アイドルではないので、アーティストとしてやはりね、AKB さんの時からあるわけですけど、日本の CD 売り上げランキングっていうのはアイドルさんが売れるっていうのはもうそれ仕方がないことなんですよ。だからアーティストとしてね、やっているっていう BE:FIRST がこのような感じでストリーミングなんかでね、頭角を現していくっていうのは非常にいいことだと思いますし、ストリーミングはね、ソフトファンがたくさん出ますんで、たくさん拡散していきやすいと思うところでございますね。ちなみにこの記事ではね、オリコンさんらしく、11月15日付オリコン週間シングルランキングで初登場2位を記録したっていう形で、やはりね、オリコンさんは CD のね、方のランキングでのものなので、そういうところはありますが、ただね、ストリーミングで1位2週獲得っていうところはまさにありがたいことでございますんで、非常にいいことだなっていうふうに思います。はい、あとね、もう1点ありますけども、皆さんご存知ですかね、ルーミックっていうね、ものが、これ中京テレビの方のレギュラー番組で、ピコ太郎、小坂大魔王さんとリサさんね、りょんりょん先生の生徒さんでもあり、鬼滅の刃グレンゲーのね、主題歌歌ってらっしゃる方でもいらっしゃいますけども、その方とボーイズ&メンの田村くんがやってるレギュラー番組で、こちらの方の番組が1と2で上がっております。で、2番目の方が実は昨日上がったばっかりで、そちらはすでにね、上がってて見れるんで、しかもなかなかいい感じのね、結構初出し情報じゃないかなって思われるような話とかも聞けたりとかするし、スカイハイさんに関してね、スカイハイさんの自己評価的な部分がすごく面白くて、なるほどって思ったんですよね。これに関しては、なるほどって思ったけど、ファンである自分から言うっていう形よりは、皆さんの耳で聞いてほしいので、ぜひルーミックの方ね、聞いてもらえればっていうふうに思ったりするところですね。非常にいいですよ。で、その2が今上がってるわけですけれども、途中で終わった感じなんで、その3もあるんじゃないかなっていうふうにちょっと期待をしてましてね。あとね、リサさんがね、なかなかいい反応というか、スカイハイさんに対して、マツコ・デラックスさんと同じ反応をしてたっていうね、スカイハイさんってプロから見るとそういう風に見えるんだなっていうのが、これが意外なんですよね。どういう感じなのかは見ていただければわかるんですけど、私の口から言うのもちょっと野暮かなって思ったんで、つまり、プロの人から見ると、で、しかも実力のある人からね、マツコさんだったりリサさんから見るとそうなのかって思ったりするけど、ね、私らからすると全くそんな風に感じないんだけどね、なかなか面白い観点だなっていう風に思ったりしますよ。面白い観点っていうとね、マツコさんと共通するけど、ナインティナインの矢部浩之さんはね、マツコさんと鶴瓶さんがラジオで昔語っていたことで、私はナイナイの矢部さんの面白さっていうのがあんまり分かってなかったんですけど、二人からすると矢部さんのその MC とか、そのバラエティの中での
バランスの取り方っていうか、その中和の仕方っていうか、その統制の仕方っていうのは抜群にうまいらしいんですよね。で、まあ、鶴瓶さんとマツコさんっていう、まあ、芸能界でもかなり実力派のねベテランの人たちが言ってるのがそれだったんで、すげえなって思ったんですが、スカイハイさんに関してもプロから見るとそういう視点なんだなっていうふうに思ったわけですよ。まあいろいろとあるなって思いました。で、小桜井魔王さんのねツッコミっていうか、あの聞いてることもなかなか普段ね、例えば雑誌のインタビューとか、あのラジオとかで聞けないような感じの話も結構聞いてくれて、非常にこれ本当に永久保存版だぐらいな感じの質問してくれてるんでね、面白いしね、非常にいいことだなっていうふうに思います。小坂大魔王さんとスカイハイさんの関係性があってからこその話だなっていうふうに思いますからね。ぜひ興味深いんで、あ、リンクもね貼っておきますんで、あ、オリコンさんのニュースとこちらのルーミックさんのやつリンク貼っておきますので、ぜひ皆さんご覧ください。で、ちなみにですけれども、もしかしたらスッキリさんのツイッターチェックできてない方もいらっしゃるかもしれないので、今日ですね、9時30分頃ザ・ファーストそれからがスッキリさんで放送されます。で、レイちゃんです、レイ子さんって書いてある、9時30分頃ザ・ファーストそれから驚異の成長を遂げたレイ子さん、先月27日にスッキリで人生初のテレビ生出演をした裏側を公開ということで、つまり最高のパフォーマンスでしたが、ある後悔があったそうで、応援コメントはスッキリでっていう風に書いてあります。そうですね、もうそっか、先月になるか、先月になるかっていうか、まだ11月も半分来てなかったわ。半分は来てますね。つまりレイちゃんがね、レイちゃん特集が今日やるってことです、スッキリでね。はい、楽しみですね。スッキリは何しろ生放送ですからね、これ見てない方は見れませんから。私見れるかな、あ、見れないんだわ、まあ、録画してって形になるかな。今日ね、ベストアーティストがね夜からやりますんで、日テレさんでね。でもこのスッキリの方もね、注目っていうかね、これは見なきゃいけませんね。人生初のテレビ生出演をした裏側っていうのは非常に胸安だなっていう風に思いますね。これは本当にいいんじゃないかなって思います。はいはい、というわけでね、思ったよりちょっと長く語っちゃいましたが、まあ、BE:FIRST のギフテッドが、自身初の2週連続1位っていうこと、ストリーミングにおいて、あとスカイハイさんがピコ太郎、小坂大魔王さんと、ピコ太郎って言っちゃうな、小坂大魔王さんとリサさんなどと語った番組が YouTube でその2が見れますと、もちろんその1の方も見れますね。で、スッキリで今日9時30分頃にレイちゃんの特集がありますということで、共有動画とさせていただきました。はい、明日ちょっとワクチンを打ちますんでね、もしかしたら動画が撮れなくなるかもしれませんけれども、まあ、元気であれば動画を撮ります。はい、はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。